ベーキシチャバのチームには、たくさん個人能力が高い選手が集まっているチームだと思っていて、特に、パワーのあるバックプレーヤーや力強いポストが特徴だと思っています。またその他にも頭のいい選手やスピードのある選手がたくさんいるので、とてもいいチームだと思います。この試合では相手の強みを出させないということが非常に重要になってくると思います。まずはディフェンスでしっかり守って、お互い助け合いながら相手に得点をさせないことと、高確率でシュートを決め切るということが勝ち点2を獲得するために必要なことだと思います。ほら、かかぜ。